ニューボンドストリート127番地ロンドン山中、紹介は、イギリス、ロンドンに存在した、大阪の美術省山中商会の視点。1900年、山中六三郎により開業し、ロイヤルはラントを受けるなどしたが、第二次世界大戦により閉店した。アメリカ合衆国の三支店と異なり、法人化はされなかった。すでに、ニューヨーク山中商会。 ボストン山中商会を構えていた山中商会はアメリカに需要の乏しい陶磁器類の販路を開くため1900年ロンドンに山中六ブロを派遣しニューボンドストリート64から68番地に支店を開き1910年頃127番地に移転した1919年12月1日ジョージ5世1920年2月10日 メアリー王妃より、ロイヤル・ワラントを受けた。1933年頃、ピカデリー166番地、1936年、デイビス・ストリート20番地に移転した。岩崎小屋田邸に招かれたナ美術展覧会、出品委員会委員等右からオスカー・ラファエル、山中貞次郎ロバート・ホブソン、岩崎小屋田、パーシバル・デビット、ジョージ・ユーモルフォポロス、岡田智も 久士田万蔵、奥田誠一1935年ロイヤルアカデミー、オブアーツで行われた中国展では、東京日英、協会英国国際史の美術展覧会、出品委員会に一切の事務を委嘱され、区内省、定室博物館、京都帝国大学、根塚一郎、岩崎小屋田、住友吉財門等から展示品を圧線した。 1939年9月ナチスドイツ軍のポーランド侵攻を受けて、支店長、井上九四郎は、店員、高橋喜次郎等を帰国させた。1940年6月14日、パリ陥落を受けて、日本人の撤退を図ったが、大阪本社から避難命令までの滞在を命じられ、止まった。1940年9月7日には、 ロンドン大空襲が始まり、11月井上は店を閉めて日本郵船伏見丸で脱出し、1941年1月8日、横浜港に帰国した。ありがとうございます。